どう？心置きなくここを調べる準備はできたかな？よし、じゃあ出発しよう。これまで配達でいろいろな場所に行ったけど、こんなに不思議な童話の世界は初めてだよ。修理が間に合わなかった家か。はーい、私でさえ中で寝る気にはなれないよ。崩れ落ちてきたら大変だもん。ここにもこれといった発見はなかったね。誰か話を聞ける人はいないかな。あ、あっちに誰か住んでるっぽいよ。行ってみよう。あれ、ここに誰かいると思ったのに。かつて運命を司る女神がいた。この地を去るとき、彼女は自ら作った王国に三つの謎を残した。え、誰だ？とにかく、そこに今、人の話がわかる猫と異邦人、そして、一匹の精霊がやってきた。一行はあちらの小道の方を眺めた。あちらってどっちだよ。コマニアにそんな宛先の荷物が届いたら、周辺のお姉さんが送り返して住所を書き直させるよ。明確に示したつもりだが、どうやら精霊と猫は疑問を抱いたようだ。まあ、私のこの無味乾燥なナレーションにも1割ぐらいは責任があるかもしれない。ではもう一度やり直そう。左手の小道には魅力的な香りが漂い、その先には財宝と栄光が待っている。あー、なんだか素敵な物語が始まりそうな予感。それからそれから。小道の突き当たりで異邦人一行は秘密の石室を見つけることになる。その部屋は予言にある公爵の到来を待っていることから時効の石室と呼ばれていた。わかるか？公爵を待つ石室、時効の石室だ。いい感じだろう。なんで急に自画自賛し始めたの？しかしそこへ降りていく前にいくつか警告しなければならないことがある。例えばこの後、決して真ん中の椅子に座ってはならない。さもないと良くないことが起こる。花咲き散ること肉清掃、ついに現る獅子殺走。道中諸外のこと知らず、せっなんと魅力的な叙事詩、なんと素晴らしい物語だ。天井にとどまりし太陽のごとく、卓上の手紙その目を引く。万世に利するためでなければ、万人の目注がれる場所になぜ置かれようか。仇ことダイヤのごとし、仇こと鋼のごとし。しかしてゼンマイは微動だにせず。こういう状況は過去にも何度かあったが、今回の異邦人の考え方は少し違った。繰り返し攻撃をしてゼンマイを少し潤ませればいけるはずだと思っているようだ。これでできることは全てやった。ついにゼンマイを抜く時だ。ついにこの時が来たか。さあ急げ、
君たちの胴と足をつなぐ太い関節を動かせ。出番だ。君が詩を読まなかった問題は音がめなしにしてあげるよ。うるさい。尊く高貴な異邦人や。どうか自己紹介をさせてくれ。我らはこの地の三大ファミリーがそれぞれ選んだ正しき歴史の監督者。ゼンマイを抜くことができる君のようなものを待っていたのだ。俺の名は、君はカペ、彼はオービック、あとそっちはポポラーノでしょ。さっきからずっと君たちの話を耳にしてたから、声を聞くだけで誰だか分かっちゃったよ。でももう一人いるはずだよな。ほら、オイラたちを鉱山まで導いたやつが。誰のことだ？こうして真の歴史を紐解く伝説の人物がここに集結した。ここは引用させてもらおう。オルビット城の歴史がまた1ページ。あ、この人だよ。いや、我々の中にこのようなものはいない。それとも二人のどっちかがこっそり腹話術でも身につけたのか。なら早いとこ白状した方がいい。こんな声聞いたことがないな。寝る前の子供に物語を読み聞かせるにはぴったりな声だね。誰だ？知らん。そもそも重要ではないし、話す価値もない。それより俺たちがこれからやる巡礼式を詳しく話すべきだ。君の手にあるゼンマイはオルビット城の現在と過去を動かす鍵なんだ。僕たち3つのファミリーは過去にちょっとした確執があってね。3つのファミリーはそれぞれ休日の悪流とファミリーの起源に関する歴史を持っている。だがどのファミリーのものが真実なのか誰もわからない。悪流？最近現れた騒ぎを起こしてるやつか。いや、あいつではないよ。可愛らしい精霊。休日の悪流というのは遥か昔に討伐された悪流のことだ。最近現れたやつは俺たちファミリーの歴史とは関係ない。これってお芝居か何かじゃないよね。つまり君たちは真の歴史を究明するために誰かがゼンマイを抜くのをずっとここで待ってたってこと？究明するだけでなく口論も絶えなかった。私はあまり気にしていないが、カペイがずっとちょっかいを出してきてな。過去に悪流の災いを鎮めたのはどのファミリーなのか、それが明らかになれば最も尊きファミリーを決めることができる。ゼンマイを抜いた瞬間からあなたは名誉公爵となった。どうか俺たちの願いを聞いてくれないか。高貴なる異邦人よ、高貴なる旅人公爵よ。そちらの長靴を履いた人語を話す猫と空を飛ぶ白い精霊と共に力を貸してくれないか。私は猫じゃないって。あ、いや、化け猫呼ばわりよりマシだけど。まあまあ、ここは流れに合わせてくれ。普通の猫は長靴も履かないし言葉も話せないだろ。せめて股を入れて猫股って言ってよ。これからみんなをメモリアル聖地まで案内させてくれ。そこに行けば何をすべきかより分かりやすく説明できるはずだ。ここが俺のファミリーの聖地だ。先祖はかつてここで武勇と果敢なる決断力を持って休日の悪竜と戦ったんだ。その死闘は昼も夜も関係なく幾日も続いた。そしてついに悪竜を打ち果たしたんだ。まあ、あくまで伝説だ。待て、今君のファミリーの歴史は伝説に過ぎないと認めたな。歴史か伝説かは重要じゃないが、俺のファミリーが勇敢だった事実は変わらない。俺たちが何年も言い争ってきたのも本質的には何が真実なのかって問題だろ。カペイの言葉を聞いた旅人は考え始めた。
虚構の世界の真実と真実の世界の虚構、果たして同じ価値を持つのだろうか。しかしカペの他にもファミリーの聖地に熱い視線を投じる招かれざる客がいるようだ。旅人と喋る猫猫又は彼らに目に物を見せてやることにした。あなたの武芸と勇敢さは実に素晴らしい。俺の先祖の偉業をこの時代の感覚に合わせて解釈したものになってる。さて本題といこう。知っての通り、時間とは一種の錯覚に過ぎない。時には一行の単位で、時には一ページの単位で、また時には一コマの単位で運行している。だが一番多いのはゼンマイと歯車の歯一つ一つの単位からなるものだ。君が手にしたゼンマイを使えば時間を動かし、再び過去を蘇らすことができる。時間というのは意識が生んだ錯覚に過ぎないというのが私の見解だ。歯車によって動かされている我々の体に意識が留まっているのだ。だが意識は時間という次元を理解できない。そのため我々は歯車の回転に従って一瞬一瞬を無限に体験している。なんだかスメールの教令院に荷物を届けに来たような気分だよ。先生がオービックに最も恐れているものは何かと尋ねると、オービックは竜だと答えた。続いて先生がポポラーノに同じ質問をすると、ポポラーノは時間だと答え、先ほどの見解を述べた。そして先生がカペにも同じ質問をすると、彼はポポラーノだと言った。真の歴史が綴られた趣向、世界を創造する設計図、魔法使いが書いた文字は歯車の最初の位置、本の最初のページに隠されている。何言ってるのかよくわかんないけど、ゼンマイを刺して回らなくなるまで逆に回せってことか。その通りだ。始まりの時、創世の女神は運命の女神の趣向を予言の女神の星空のもとに置いて、いくつかの魔法陣をもとに世界を生み出したと言われている。よって偉大なるゼンマイでこの辺りの時間を最初へと戻し、魔法陣の模様を再現すればいい。ちょっと待ってよ、世界の設計図の一部を持ってったら大変なことになるんじゃない？それに魔法陣の模様なんて誰も知らないよ。心配無用だ。その魔法陣の大まかな形は伝わっていて、俺んちの紋章になってるんだ。だからその紋章を頼りに魔法陣の線をつなげていけばいい。もう一つの懸念点については、家が完成さえすれば大工や設計図がその場から消えても崩れないだろ。それと同じだ。旅人公爵は偉大なるゼンマイを近くの穴に差し込む準備を整えた。おい、真の歴史が書かれ、いや真の歴史の聖なる一章が形作られた。みんな見ろ。刮目せよ、喝采せよ、賛美せよ、これは紛れもない真実だ。このサインを見ろ。これを偽造できるやつなんていやしない。そんな、僕たちのファミリーの歴史はまやかしだったのか。あまり落ち込むな、オービック。そいつが本物だからといって我々の信じてきたものが偽物ということにはならない。なんだそのデタラメな不等式は。苦しい弁明はやめろ、ポポラーノ。ああ、ずっと見たかったんだ、お前のその妬む表情をな。パズルなら解は一つしかないが、真相が一つとは限らない。という見解に皆は同意し、他のファミリーの聖地に赴き、そこに保管されている文献にも目を通そうと意見が一致した。ナレーターって絶対的な中立を保つべきじゃないのか？
なんかこいつらの肩を持ってるよな。まあいい、気分がいいから俺も一緒に行ってやる。なんせ説明によると3回の再現を全て済ませる必要があるらしいからな。それに確かにお前たち2人のがっかりした顔も見たい。次は私のところへ行こう。案内する。ゼンマイはまた使うよね。じゃあ抜いとくよ。えいっそや。一行の目の前には偉大なるゼンマイにふさわしい台座などなく、ただ閉ざされた扉があった。お前んとこの台座はどうした？偽物だとバレて恥をかくのが心配だから先にしまっちまったのか。まあそんなところだ。我らがファミリーの主な偉業は。自分ででっち上げた架空の偉業は。おい黙れカペ。黙るんだカペ。もしある日俺が殺されるようなことがあったら、犯人はポポラーノで間違いない。遺言は以上だ。我がファミリーの偉業は知恵によって休日の悪流の宝物庫を暴き、その財宝を盗み取ったことだ。だから台座を含めた貴重な文化遺産は全て扉の向こうに置いてある。じゃあ扉を開ければいいんだね。いや、そう単純な話ではないのだ。扉には知能型応答システムが組み込まれていて、その質問に答える必要がある。もし間違えれば通報される仕組みだ。そんな。あ、でもお前は当然答えを知ってるんだよな。時が知恵のページを白く染めてしまったのでな、答えは知らない。だが案ずるな、すでに話は通してある。通報されても警備員は来ないから、好きなようにやってみてくれ。質問1、君は誰だ？長靴を履いた大妖怪ネコマタだよ。そしてガイドの精霊、いやガイドだ。質問2、悪竜を倒せたのはどんな素質によるものか。いやいやいや、確かにさっき君が読んだ部分は勇敢さが役立つことを証明していたが、僕たちずっと聞こえてるんだが。しかし君がそれを口にしてしまえば、またあの3人の口論が始まってしまう。頭の中で考えるのは結構だが、口には出さないでくれ。質問2、悪竜を倒せたのはどんな素質によるものか。実のところ、私たちオルビット城の住民には大切なものが欠けている。君のその答えは私たちには理解できない。質問2、悪竜を倒せたのはどんな素質によるものか。もしそれが正解なら俺は。正解だ。なんだと？そんなバカな。質問3、外の世界の虚構とこの世界の真実、よりリアルなのは。そうだな、外の世界が夢ではないと誰が断言できよう。目が覚めたら実はただの小説だったという可能性もあるだろう。ならばどちらもリアルということになる。全問正解だ。では台座へ案内しよう。旅人公爵、では前回と同じように頼む。偉大なるゼンマイを差し込んでくれ。なあ、それからこれが我らがファミリーの紋章だ。見せてくれ。ああ、
知恵のファミリーがどれほど素晴らしい物語をでっち上げたのか見てやろう。私が遺言を残すとしたら、自首をしよう。カペをやったのは私だ。だな。見ろ、我らがファミリーの歴史もまごうことなき事実だ。ここに偽造できないサインがある。何？もしかして僕のファミリーだけか？私のファミリーの知恵とやらはすでに君たちの前で笑い話として終わっているが、ファミリーの知恵をはるかにしのぐ私自身の知で予測を立てよう。我々三つのファミリーの歴史と美徳は全て真実なのだ。とな。ポポラーノ。あ、私もそういう経験あるよ。前に巫女様に、酒の魚に煮干しをかけるとしよう。さあ、どの湯飲みに梅干しが入ってるか当ててみよう。って言われてね。何度やっても当てられなかったんだ。巫女様はいつも違う湯飲みから梅干しを出してみせたの。後でサチっていう巫女のお姉さんが教えてくれたんだけど、実は全ての湯飲みに梅干しが入ってたんだって。はあ、妖怪として力不足だよね。もっともっと学ばなきゃ。あの狐女、ただお前をからかってただけだろう。なら一つ朗報だ。今回はこの3つの宝箱を開けられる。湯飲みと梅干しを使ったイカ様と違ってな。ポポラーノのところの財産を全て取ったら、次は僕のところへ行こう。じゃあまた私がゼンマイを抜いておくね。あめそりゃ。オービックと共に彼のファミリーの聖地を訪れる一行。彼らの目の前には巨大な衛兵が立っていた。そこにいるのは僕の町にいる巨大衛兵だ。融通は効かないけど、とんでもない力持ちでね。刀や槍では傷一つつけられない。なんかカペのところより君のファミリーの方が力って感じがするね。で、実際は何のファミリーなの？ああ、この衛兵たちはカペのところのだよ。何しろこれが巨大化するのは力のファミリーにとって魅力的だからね。僕たちファミリーは共感を大事にしている。主に大きくなる薬を提供しているんだ。それのどこが共感なの？僕たちの先祖は体が小さいことを気にしていたんだ。休日の悪流もわざと先祖に害をなしたわけじゃないのかもしれない。もしかすると本当に見えていなかっただけって可能性もある。そこで先祖は薬を飲んで悪流よりも大きくなった。そして悪流を囲んで座り、道理を説いて最後に共感の心を教えたんだ。でも今の薬は昔と変わってしまったみたいでね。飲んでもそこまで大きくならないし、共感の心も失われる。だからひとまず彼らを避けて通ることをお勧めするよ。オービックはそう言ったが、分かり合えれば争いも起きないと思う者もいるだろう。左の小道に入ることを選ばないなら、あえ。みんな、ただいま。ファミリーの失われた経典を見つけるために予言の公爵とその従者を連れてきたよ。そのようなことは今朝聞いていない。面倒をかけるな。さっさと立ち去れ。君とオービックは巨大衛兵に挨拶をしたかっただけだが、今日も任務リストに君たちを迎えるという項目がなかったため追い出されてしまったのだ。中に入りたいだけなら左の小道を進んでみるのもいいかもしれない。ほら、見つけたよ。この辺りだと思うんだけど。
ここ物が多すぎじゃない？君たち箱がないと返品できないと思って荷物を開けた後も大事に取っておくタイプ？これじゃあ新宅の柱が出てきてもどこにあるかわからないよ。それより僕たちファミリーの紋章にちょっと問題があるみたいだ。公爵の知恵を借りないといけないかもしれない。参ったな。君の地元には教官以外何でも揃っているようだ。壊せないのか。これが最後だ。サインがある。ってことは本物だ。教官もオルビット城を構成する礎の一つだったんだ。やはり我々の推測通り三つとも全て真実だったな。なるほど。だが正直複雑な気分だな。虚無感さえ覚える。真実は得られたがそれが多すぎる。わかるわかる。稲妻の人たちもみんな言ってたよ。蜃気楼戦記は6巻までは人気があったけど、それから88巻まで出て誰も読まなくなったって。一行は憂鬱な気分に陥ったが、その中には少しばかり幸せも含まれていた。あるいは啓発の光が差し込んだとでも言うべきだろうか。なぜ等しく真実である三つの歴史が同時に存在できるのかと疑問に思う者もいるだろう。うんうん、確かに変だなって思ったぞ。でも前にポポラードがもっともなことを言ってたし、口に出したらバカにされるんじゃないかなって。心配することはない、親愛なる精霊よ。私は確かに真実は共存可能だと説明したが、この3つはいただけない。なぜならこれら歴史的真実はいずれも悪竜と城の成り立ちに関係しており、全てに真実を示すサインがあるからだ。その時突然鐘の音が響いた。金の値だ。一回はどういう意味だったか。確か最高警戒態勢だったような気がする。門の前に全員集合だ。捕獲用接着剤を全て門の前に仕掛けろ。今や町全体に監視の目が張り巡らされ、唯一の出口は前方にしかない。さっきの金の値は何事だ。なんで最高警戒態勢の時は1回しか鳴らさないんだ。緊急事態なら初動は早いほどいい。奴らは門の外だ。追え。なんとか脱出できた。まだゼンマイが必要かどうかはわからないけど、とりあえず逃げる前に取ってきたよ。じゃあさっき話してた問題の続きだけど、三つの真実とかなんとかってのは一体どういう意味なんだ。さあな。おそくシムランカに住む誰にも理解できないだろう。私たちは彼女のサインが書かれた原稿なら認めるしかないのだ。彼女は全てを創造した運命の女神であり、これらの書物は彼女が書いた創造の設計図だ。
僕らの口論の原因は過去の真実についてほとんど知らなかったせいだ。今こうして真実を知った以上、その事実を受け入れるべきだと思う。僕らがゼンマイ仕掛けの軌跡をたどるのと同じで、これは紛うことなき確かな過去の軌跡なんだからね。もう争わずに済む。すべて君たちのおかげだ。本当にこれで終わりなのだろうか。最初の運命の分かれ道での選択はこのような陳腐なハッピーエンドに至るものだったのか。だが考えても無駄だ。今日はひとまず休むとしよう。あ、わかったぞ。お前またなんか企んでるだろう。いずれにせよ、今日この目で見てきたことを帰ってファミリーのみんなに共有するつもりだ。俺もだ。僕も。じゃあ今日はひとまずここまでにしよっか。あの変なナレーションが一体何を企んでるのかはまた明日確認しよう。なんて素晴らしい日だと、そう思う旅人の胸に一抹の不安がよぎる。振り子通りに行かなければならない。心の中の声は絶えず彼女を促していた。この先が振り子通りだよな。お、人だかりができてるぜ。なんかあったみたいだ。なんてことだ、あまりにひどい。オルビット城の三大ファミリーの間にあった険悪なムードが晴れたばかりなのに、なんでこんなことが。何があったの？あれ、地面に倒れてるのってカペ？どうしたんだよ。バカ野郎。カペ、早く目を覚ませ。昨日の遺言がまだ修正されていないぞ。このままじゃ私が疑われる。彼の遺言とは？もしある日俺が殺されたら、犯人はポポラーノで間違いないだったね。うん、なんでそんなきっちり覚えているんだ。ポポラーノ、これは探偵の聞き込みだ。正直に答えないといけないだろ。安心したまえポポラーノ。私は君を疑っていないし、有罪判決を下す権利もない。それで最後に彼と接触したのは君たち。昨日一緒に行動していた仲間がこんな悲惨な目に遭ったのだ。お悔やみ申し上げる。おそらく1時間半は目を覚まさないだろう。え？これはあまりに残虐だ。後頭部を叩くなど、ゼンマイ油を強力接着剤にすり替える次に悪質な行為と言える。つまりカペは死んでないってこと？彼のゼンマイ、金属フレーム、外装は至って正常だ。ただエネルギー貯蔵板の出力が少し乱れているくらいで。まさかカペが壊れていないのなら犯人を見つける必要もないというつもりか？いやいや。ただ残念ながらこの事件は迷宮入りだな。手がかりも目撃者も皆無。この近くに予言の女神が残した世紀のゼンマイ台座がない限り。ゴッホン！ああ、失礼。突然、かつて消滅したはずの休日の悪竜が空を駆けてゆく。はい、どこどこ。そんなものは見えないが。待て、なぜ動けないんだ。ああ、ただの雲だったか。それとも小鳥か。何にせよ見間違いだったようだ。時間を巻き戻して犯行現場を再現できればいいんだが。探偵さんの後ろにあるのってゼンマイの差し込み口じゃない。おお、なんとこんなところに。道理でみんな身動きが取れないわけだ。旅人よ、
早速事件現場を再現してくれ。現場は混乱していて、何が何だかわからないね。真相は明らかとなった。カペイは街を歩いていたら突然倒れたのだ。つまり彼の自作自演。適当すぎるだろその推理。犯行現場を再現する能力があるんだ。わざわざ論理や証拠を見せる必要はないだろう。それに真実は元から奇妙なものだったかもしれない。例えばこのオルビット城の起源に真の歴史が3つあったようにね。でもカペイは後頭部を強打されて倒れたって言ってたよね。いや、彼は出かける前に自宅の便器に後頭部を思い切りぶつけただけかもしれない。まあ真相は知らないがね。そしてフラフラな足でここまで来るとそのまま倒れた。なぜ彼がそうしたのか、私の推理は。推理は？最も尊きファミリーをめぐる問題が一段落し、オルビット上の張り詰めた空気も和らいだ。そこで彼は新しい波風を起こそうとしたのだ。そうすることでしかこの町に活気は生まれないからという理由で。シムランカの住民の平均的な知能レベルから考えて、そこまで頭が回るかな。旅人、さっきからずっと思ってたけど、この再現された光景、どこかおかしい気がしない？なんだか不自然な感じがする。それに近くにないものって再現の効果を受けないんだよね。だったら現場に何かが欠けてる可能性もあるんじゃないかな。ちょっとあたりを調べてみない？何をするつもりだ？私たちカペイの家の便器にぶつかった痕跡がないか見てくるね。こんにちは。君たち、私の槍を見なかったかい？さっき竜がいると誰かが叫んでいるのを聞いて、つい反射で空に向かって投げてしまったんだよ。ここに槍があるぞ。なんか違和感があるし、ひとまず取っとこうぜ。あんたたち、よその国の人かい？そうだよ。おじさんどうしたの？あんたたちに積み木鉱山の仕事を紹介しようと思ってね。もちろん、採掘環境は絶対に安全だ。本当に安全なの？少なくとも配送業よりは危ないんじゃない？いやいや。私たちが使う特製のツルハシは積み木鉱石の表面を全く傷つけないんだ。誰かを殴ったって何の傷跡も残らない。しかも労働強度は
信頼できる機関から2級だと認められている。猫にだってできるよ。はぁ、これで猫呼ばわりされるの何回目だろ。言い返すのも疲れてきたよ。オイラの気持ちが分かっただろ。だが今日気づいたらツルハシが消えていてね。どこかの巨大衛兵の歯車が動かなくなって応急処置のために通行人が持って行ったんだろうか。それで応急処置って荒すぎない？でもツルハシが消えたことってなんだか怪しい気がする。そう思わない、旅人？おっと、何を買いに来たか知らんが、明日はまた来てくれ。もう営業終了だ。実は大きくなる薬が一本消えてしまってな。もし悪いことにでも使われたら一大事だ。調査に協力するために店を閉めて在庫を点検しなきゃならん。もしただの数え間違いでことを大きくしたらデマを拡散した罪に問われるからな。お、変な薬があるな。なんか違和感があるし、とりあえず回収しとこうぜ。あ、ツルハシが隠してあるぞ。こんな奥の方に隠されてたってことは、もし現場から消えた凶器があるとしたら、それって何だろう。もしツルハシなら頭に刺さってないだけ感謝しないとだな。違うよ、パイモン。さっき鉱山の親方がこのツルハシじゃ積み木鉱石に傷をつけられないって言ってたでしょ。だからここの住民の外装も壊せないはずだよ。このツルハシなら傷を残さずに住民を気絶させられるかもしれない。これを現場に持ち帰ってもう一度再現してみよう。帰ってきたな。カペの家の便器はどうだった？便器？何の話だっけ？ああ、それはもうどうでもいいんだ。それは？カペの倒れ方がどうもおかしいなと思って、そしたら近くで怪しいものを見つけたんだ。まるでわざと再現の範囲から外したかのようにね。今からこのツルハシをここに置いてもう一度再現しても構わないよね、探偵さん。おっと、うちの台所のゼンマイを閉め忘れてた。早く戻らないと。動くな。これで大丈夫なはずだ。我々特巡隊はフォンテーヌ邸の日常的な巡回には参加していない。我々が追うような人物はのこのこと街中を歩くはずないからな。まさか君だったとは。よくやったと褒めてやりたいところだが、こちらも大していい立ち回りではなかった。それに
君たちもまともな推理で言い当てたわけではない。ゆえに。ゆえに？逃げるが勝ちだ。この国を呼んで逃げるなんて頭にきた。捕まえてやる。すると偽りのカラバ公爵は長靴を履いた猫股を放り投げ、哀れな子役人を追いかけ始めた。そこ！子役人の年を重ねた惨めな腰は刺すような痛みで激しい運動に抗議した。そこで彼はリフトに乗って束の間の休息を得ることにする。本気か？と老いた腰は聞く。しかし子役人に他の選択肢はない。意を決して飛び降りた。長靴を履いた猫股はすでに息を切らしていた。子役人がさらに大きな声で「ぜえぜえ」と喘いでいる事実は置いておくとして。疲れてなんかないよ。コマニアの均等級配達員の実力。しつこい。私を追い詰めて君に何のメリットがある。気分がすっきりする。まんまと罠にかかったな。実はこの世界の接着剤は全て私がナレーションの魔力で生んだものでね。住人たちは必要に応じてそれを採取しているのだ。おい、こんな時すぐ靴を脱いで走れる君たちが羨ましいよ。あ、そうだ。無名の子役人は最後の大勝負に出た。なんと彼は高い壁に登ったのだ。それぐらいの高さなら猫走急便でひとっ飛びだよ。もう無理だ。投稿する。もう逃げ場はないよ。わかった、罪を認める。はや。ここで君たちに捕まるのも予備プランの一つだ。この行動がどう転ぶかは私もわからないがね。正直に言おう。私はずっと君たちを導いてきたナレーションだったのだ。そうか。あまり声の使い分けができていなかったようだね。私がこんなことをした理由を説明しよう。急に自白を始めたぞ。随分と心血を注いできたんだ。君たちに聞いてもらわなければもったいないだろ。実は私は創世の女神が最初に作った意識でな。この世界は運命の女神が描いた童話に過ぎないことをずっと昔から知っていた。童話は子供に読ませるものだという考えもあるが、私は違う。これはただのフィクションではないと信じているのだ。オルビット城の起源は3つある。その理由は運命の女神が3つのバージョンの物語を書き上げ、そしてどれにするか決めきれなかったからだ。ところが彼女の飼っていた猫が遊んでいる時に物語を書いた3枚の紙を踏み抜いてしまった。その表紙に3つの世界が重なった。悪竜と子供たちの結末をどんなものにするか悩んでいた女神だったが、その場面を見て三つとも素敵だと思ったのだ。なるほどな。でもそれとお前がしたことに何の関係があるんだ？君は架空の人物ではないから私の悲しみを理解できないだろう。それにシムランカの誰にもわかるまい。私が過ごしてきた日々、そして周りの者たちとの関係、これらは全てフィクションなのだろうか。三大ファミリーが真実を求めたのは最も尊きファミリーを決めるというくだらない目的のためだった。真実を知ればより深い真実を追求する欲が生じるのではないかと考えたが、その設定をすんなりと受け入れた。
まさかこれまでとちっとも変わらぬ生活を続けるとは。だから私は真実を知った彼らに刺激を与えた。浅はかな真相に彼らが不安を覚えるよう仕組んだのだ。君たちのような実在する人物が外の世界から来ている間にあることを明らかにせねばならない。我々は本物なのかどうかを。探偵さん、私の自白は以上だ。さあ捕らえるがいい。おそらく公開謝罪と半日の謹慎を言い渡されるだろう。半日の謹慎は妥当な処罰と言える。それからカペ、ポポラーノ、オービックに伝えてほしい。かつて3つのファミリーの先祖は共に協力して偉大なるゼンマイを刺したのだと。あの3人が協力してさえいれば自分たちの力だけでゼンマイを抜くことができたのだ。それがまさか一度も協力しないとはな。哀れな子よ、君はずっと勘違いをしている。え、この声まさかまた探偵さん。なんだ、本当は声の使い分けが上手なんだね。童話が子供たちにとっていい理由は世界を理解するのに役立つからよ。童話は確かにフィクションだけど、その根底には世界の真実が凝縮されてる。善悪の設定が単純だったり暗喩で闇を隠したりはしてるけど、童話が真実の世界を含んでるのは紛れもない事実。同じように君たちも真実と呼べる存在なの。女神様、本当にあなたなのですか。脚注とナレーションの本文は線で隔てられてるから本来なら出会うはずがない。これまで私の声が君に聞こえなかったのもそのためね。でも今君は物語の枠を破りたいと願い、さらにちょうど君の近くには猫がいる。だから私の声の残響が聞こえるようになったの。猫。声の残響ですか。探偵さん、私たちも真実の一部なのか。頭がフラフラする。さっきオービックから大体のことは聞いたぞ。あなたたちがあの探偵を捕まえてくれたんだってな。オイラたちに追い詰められて自白したんだ。あ、そうだ、お前たちへの伝言を預かってるぞ。俺たちがそれを試したことがないとでも。あの場所に行って6ヶ月目には協力して抜こうとした。すまない、実はあの時バカバカしいと思って力を入れていなかったんだ。僕も3年目からは力を入れてなかった。お前らな。まあ攻める資格は俺にもないか。2回目からはゼンマイに抱きつくだけで疲れたふりをしてたしな。まったく、おばあちゃん家の隣の家で毎日日向ぼっこしてるトラだって君たちより働いてると思うよ。しかし運命の女神の声が聞こえたのか。興味深いな。やっぱりこの世界の外には別の世界があったんだね。なあどうだ、しばらくしたら一緒に外の世界に行ってみないか。じゃないと後頭部を殴られた甲斐がない。外に出る方法は知っているのか。ま、いずれにせよ私も賛成だ。探偵には声をかけないでおこう。ちょっとした仕返しだ。私たちは彼ほど自分が真実の存在なのかということを気にしていない。創生当時の光景を彼のように見たことがないからだろう。だから
ずっと自分を本物だと思ってきた。ま、架空の世界だっていうのに、こいつらみたいな面白い間抜けがいるなんて、それはそれでびっくりだが。